こんにちは、武蔵ヶ丘短期大学健康マネジメント専攻です。では健康マネジメント専攻の授業を覗いてみましょう。皆さんこんにちは、健康マネジメント専攻専攻長の太田彩子です。ここの、2301教室はマネジメント専攻の学生が多く授業を受ける部屋です。医療事務の授業もここで行われます。1年生の前期に、これらのテキストを使って、カルテを読んだり、点数計算ができるような勉強をして7月に資格試験を受けます。3月の就職解禁までに全ての資格を手に入れて、就職に有利な状況を作って社会に出ていく準備をします。いらっしゃいませ。健康マネジメント専攻の上松です。ここでは主にホスピタリティやホテルに関するサービスの授業を行います。皆さんをかっこよく見せるための授業をやります。皆さんこんにちは。健康マネジメント専攻でパソコンの授業を担当してます八木田と言います。私たちの学校ではパソコンの授業に非常に力を入れています。ワード、エクセル、パワーポイントといった基本的なソフトの操作方法をしっかり学習して、MOS の資格の合格を目指しています。就職活動においても非常に有利と言われている資格です。一緒に頑張りましょう。私はリクリエーションのですが、野外活動や遊びに関係した授業を担当しています。例えばですね、こちらです。これは何でしょうか。こうやって遊ぶといいましょうか。スポーツなんです。健康マネジメント専攻で私たちと一緒に勉強しましょう。オープンキャンパスでお会いしましょう。待ってまーす。イエーイ。オッケー。